ミニッツレーサーのレースミニッツレーサーは、京場が1999年から販売している、小型のラジコンカーモデルである。表記はミニ Z であり、これをミニッツと読む。一見すると、トイ RC カーにも見える見た目だが、比例制御が可能な RC システムを搭載しており、小スケールながら本格的な仕様となっている。ラジコンカーの主流である1、10スケールのものと同様に、 車体改造の各種オプションパーツが競争をはじめ数社から販売されており、公式レースとしてミニ・ Z カップが販売元の競争により開催されている。2014年4月現在、世界累計販売台数が150万台を超え、近年の R ・ C ーカーモデルでは異例の販売台数を記録する。ミニッツレーサーシリーズミニッツシリーズの主軸商品であるスポーツカーや レーシングカーのシリーズ。すべてダイレクトドライブ RWD 方式。MR-01、KMR-02、KMR-03 系。ミニッツフォーミュラカーフォーミュラカーのシリーズ。主にパジェロ、ハリアーなどのクロスカントリーのシリーズ。2002年発売。モンスタートラックのシリーズ。2003年発売。シリーズ唯一の四輪駆動形式。 ドリフトタイヤを装着しドリフト走行を楽しめるタイプもある軽自動車コンパクトカーのシリーズ2006年発売専用のバッテリーを使用ミニッツシリーズに使用されているプラスチック製ボディは従来のポリカーボネート製ボディに比べ RC カー用としては非常に精密な作りとなっている商品としては塗装済みのものと未塗装のホワイトボディとに分かれている 以前の塗装済み商品には、グロスコートがなされ、ペイントやデカールが保護されていたが、2008年9月以降のものからは、手磨き処理される、ファインハンドポリッシュに変更された。なお、これらのボディは販売停止になっているものも多く、再発売の回数が少ないため、一部の人気、有名車種はネットオークションなどで高値がつくことがある。ミニッツバギーシリーズは、 今までのミニッツシリーズと異なり、シリーズで唯一ポリカーボネート製ボディが採用されている。送信機がセットになっているものと別売りになっているものとがある。付属の送信機については以下の通り、別売りの送信機については以下の通り、公式レースとして2003年からミニ・ Z カップ、2010年から地元カップが販売元の競争により開催されている。 ありがとうございます。